はい、そのままゴミのまま。さらに新生活応援プレゼントキャンペーンの応募方法を紹介します。参加も引き続きお付き合いください。よろしくお願いします。来週はタレントの君島千子さんをお招きしてお送りしていきます。それではまた来週お会いしましょう。